これは強敵だな。もっと冷静になることです。さあ、行くぞどう料理してやろうかのう。さあ、今日も取っていきたいと思いますね。えー、ゴリ先生の大人のソロバン教室、十四回目ですか。 あのー、このチャンネルはですね、えー、概要欄にも貼ってあります大人のソロバンドリルを、えー、あのー、その流れに、えー、沿って、えー、学習を進めるんですけど、あのー、 まあ内容い媒体ですからね、えー、入れれる情報って知れてるんです。ソロ版で言うとまあ6級程度、えー、暗算で言うと4級から5級程度しか、えー、入らないわけですよね、情報が。えー、で、その分をですね、えー、この動画で、えー、100, 倍100倍、200、え、倍、ー、情報量をアップしてですね、えー、なんとか暗算スキル、暗算スキル1級、1級を目指しましょうと。 えー、いう動画になっております。で、まあ、ここにも貼ってあるんですけどね、あの、暗算スキル1級、なかなかやはり、えー、トレーニング量が、えー、基本性比例すると、ゴリ先生は思っております。えー、ということを、まあ、受験の時もそうなんですけどね、えー、過去も皆さんやられたと思います。えー、問題集、やはり、あの、解く、えー、いろんなパターンを解く練習をしなければいけませんので、 まあ一冊、まあ、大人の方からなんで、えー、大人の方なんでね、3、え、級、ー、程度から、えー、買ってもらえればいいのかなというふうに考えております。えー、一冊まあ500円程度、えー、で一回買ってしまえばですね、あとはコピーで、えー、使い回してもらうとですね、あのー、非常に、えー 安価に終わるかなというふうに思いますので、ぜひぜひちょっと購入してみてください。まあ購入したところで、えー、ゴリ先生に何かしらの収入が入るということは一切ありませんので、えー、安心して、えー、買ってもらえばいいかなと思っております。うん、はい、えー。じゃあ今日ですね、えー、74回目、そろばん暗算学習を継続するコツ、えー、道具にこだわりましょうと、えー、いうお話をしていきたいと思います。まあ冒頭に話した通りですね、あのー、 動画やテキスト、こういうような問題集を利用して、暗算スキル一級を身につけましょうというお話をさせてもらいました。で、まあ、それなりの長い道になります。一級を目指そうとなるとですね、で、当然いろんな小さかったり大きかったりの壁が出てきます。 えー、で、練習の継続が、えー、できなかったり、また復活したり、えー、それを繰り返したり、えー、一度離れるとなかなか戻ってこれなかったりと、えー、いろんなことがあるわけですよね。で、やはりその、継続する、えー、継続させる方法、いろいろとあると思います。えー、目標をしっかり設定する。これ多分大事だと思いますね。あの、暗算スキル、一級を身につけて、えー、例えばさらに、 えー、そのプラスアルファで簿記の勉強をして、えー、さらにそれが成功したら、えー、税理士を目指して、とかいろんな、あの、自分の中で目標設定をしてもいいでしょうし。ただ、なかなか目標設定してもですね、えー、心が折れる、えー、毎日の地味なトレーニング、えー、やはりコツコツ積み上げるトレーニングっていうのはやっぱりしんどいと思うんですね。で、そこで今日はちょっとゴリ先生からですね、一つ、あのー、 継続する方法、いくつでもあると思います、継続の方法はですね。そのうちの一つ、ゴリ先生が、なぜか、なぜかそろばんを弾いてしまうという、あの、そのお話をしていきたいと思います。まあ、タイトルにも書いてある通りですね、道具にこだわると。道具にこだわる。まあ、そろばんケースにはなりますけどね。 あの非常にゴリ先生のお気に入りの、えー、これはそろばんになります、えー。やはりですね、まあ、イチロー選手の話が有名ですけどね、あのー、こういうような、えー、黒炭という黒い球なんですけどね、しかもワンタッチボタン、これ画面が反転してますんで、えー、通常の位置に見えるかも分かりませんけど、これ、本当は左利き用なんで、あのー、逆なんですよね。 ワンタッチが。で、まあ、あの、結構、えー、それなりの高価なものになります。で、非常にやっぱり、はじきやすいです。えー、で、こういうようなですね、動画、まあ、金額が高ければいいっていうものでもないんですけど、あの、道具へのこだわり、えー、なんで、こう、 えー、ワンタッチボタンがですね、えー、逆に。通常ワンタッチボタンって、えー、こっちに、こっちについてるわけですね。えー、左、ゴリ、ゴリ先生左利きなんで画面がちょっと反転してますからね。えー、見方が難しいかもわかんない。通常ワンタッチボタンでここについてます。で、えー、これは左利き用の、こ左で書きながらこっちで、えー、左で書きながらこっちでワンタッチを押すと。 でやはり子どもたちにです、ね、あのこういうそろばんがあるということもあの教えれますし、ねでまあ、みんなと違う、えー、ものを使いたいというのもありますで非常に弾も国産、ね、ですごくあの弾きやすいですし、ねえー、指にフィットもしますしでこういういいもの、いい道具を使うとです、ね、やっぱり自然に。あの 練習したくなるんですよね、えー。練習したくなります。そんなに長い時間、えー、練習はできないですけども、本当に10分程度、あのー、やっぱり、は、えー、くようになります。で、そういう習慣があるとですね、あのー、例えば、例えば、ああ、そろばん嫌になったな、アンザ算ン嫌になったな、もう練習やーめたと思って離れてでもですね、 あのやっぱりこういう道具、いい道具があるとですね、触りたくなるんです、この道具に。この道具に、その計算は嫌、えー、になったとしても、この道具に触りたくなるんですね。で、えー、道具に触りたいということは、問題がないと、弾、えー、は弾けないわけですよね、そろばん。えーじゃ えー、しょうがない。ちょっと問題見ながら弾いてみようか。で、えー、弾くとやっぱり道具がいいですからね。気持ちいいんですよ。あのー、気持ちいいんです。で、答えがあってようが間違ってようが、とりあえず弾くと気持ちいいんですね。で、そうなってくると、えー、ざーっと問題、いつの間にか気づいてると、えー、問題をやってると。で、えー、丸抜きして、あれ時間を空いたのにちょっといけるな、なんて思うと、あ、じゃあもうちょっとやってみようかな、っていう流れにつながってくると思うんですね。 だから、えー、本当にその、えー、道具、金額ではなくてですね、えー、高ければいいというもんでもないと思います、ゴリ先生は。えー、ただですね、すごく自分の愛着がある、えー、道具に愛着を持って大切にしてもらうメンテナンスをしてもらうであるとか、 え、それこそ、例えば、玉とか、えー、そういうものにこだわってもらって、自分の弾きやすさとかですね。あの、なんなら玉の大きさ、えー、にも、若干、大きい、小さいという変化がありますからね。えー、そういうものにちょっとこだわって道具を選んでみる。もう、自分なりの自分にフィットする、え、そろばんを見つけてもらう。えー、それをすることによってですね、ちょっと気持ちが離れた時でも、本当に、あのー、 えー、魔力があるかのように、えー、道具には、えー、魂が多分こもってると思いますので、えー、ぜひちょっとそういう方面からもですね、あの、もういろんな、いろんな手を使ってくれていいと思います。えー、そろばんン学習を継続するためにですね、あの、どんなことでもいいと思うんです。 え、練習ができたら、え、ご褒美にショートケーキ買うとかですね、ど、どんな感じでも構わないと思いますんで、え、何かしら、え、自分の継続させる、え、裏技、え、裏技というか、え、その理由をですね、ぜひぜひ、え、道具なのかご褒美なのか、え、いろいろと見つけてくれると、え、練習継続できるんじゃないかなというふうに思って、え、今日は動画作らさせてもらいました。はい、え、最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。 ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方は是非概要欄をチェックしてみてください